竹豊駅。竹豊駅は、愛知県知多郡竹豊町あざか金げにある、東海旅客鉄道、JR 東海竹豊線の駅である。竹豊駅は、東海道本線の大府駅から南方へ伸びる、竹豊線の終着駅である。竹豊町内では、JR 線唯一の駅である。開業は1886年、明治19年で、愛知県下で最も古い駅の一つ。 名古屋市の厚田駅へと伸びる県内最初の鉄道の起点であった。当初は現在よりも南方の臨海部にあったが開業6年後の1892年、明治25年に現在地に移転した。移転前の旧駅はその後貨物駅の竹戸横駅として開業したが1965年、昭和40年に廃止されている。竹と予線は 関東地方と近畿地方を結ぶ、幹線鉄道への資材運搬線として建設された、経緯があるが、当初その起点である、竹豊駅付近には、長さ約140メートル、幅約5.5メートルの木製桟橋が建設され、資材の陸揚げ基地とされていた。開業当初は、竹豊港に面した竹豊町わざり中にあったが、その後、現在地に移転している。旧駅の跡地にあたる、 国道247号の里中交差点には、竹豊停車場跡地の記念碑が立つ。竹豊駅では1886年、明治19年の開業時から、貨物の取扱いが行われていたが、国鉄時代の1984年、昭和59年1月10日に廃止された。百七十四年、昭和十九年の制度改正以降ここでは、 車ャーツ貨物のみを取り扱っていたが、1975年、昭和50年11月15日に、専用線発着のみを取り扱うように、縮小されていた。なお、竹豊線の他の駅では、同日付で貨物営業を廃止しているので、竹豊駅は、竹豊線内で最後まで貨物を取り扱う駅となっていた。竹豊駅に接続する専用線は、 1970年、昭和45年の専用線一覧表によれば、駅の南方に工場を置く豊か上油、現、豊か風津専用線、町内に工場を持つ日本油脂、元、帝国火薬工業、現、比喩専用鉄道、同じく町内に工場を持つ中山製工所、専用鉄道及び専用線、ただし使用休止中があった。上記のうち日本油脂専用鉄道は、 駅から駅付近にある同社第一工場、現、木の浦工場を経て駅から 2km 以上離れた、第三工場、現、竹豊工場までを結んでいた。途中には、名鉄交和線や南地下道路との立体交差、どちらも専用鉄道が下を潜るもあった。1923年、大正12年に海を開始し、1986年、 昭和61年3月に廃止された。同線は直流 550V で電化されており、貨物列車が電気機関車で経営され、さらに従業員輸送用の電車も運行されていた。1979年、昭和54年時点で、従業員輸送電車は朝夕に往復、貨物列車はその間に6往復運行されていた。1979年、 昭和54年時点で使用されていた車両は以下の通り、単式ホーム一面一線の地上駅。ホームに面する線路は一本しかないが、一番線の番号が振られている。ホームに接さない留置線も二本あるが、河川は東側、駅舎寄りの線路のみに張られている。現在は三本のいずれもが、校内南方。 南地帯寄りの車止めで行き止まりとなっているが、以前はすべての留置線が分岐器で一番線とつながっており、木回しが可能であった。この線路の短縮に伴い、駅南方にあった主要地方道竹と横菅谷線との踏切も廃止されている。駅舎は、構内東側、ホームに接して設置されている。電化に際して、駅舎と反対の構内西側に変電所が設置された。 夜間留置が設定されている。オーフ駅管理の無人駅。かつては、業務委託の駅員が配置されている。友人駅、業務委託駅で、JR 全線切符売り場も設置されていたが、JR 東海は2013年10月1日より、当駅を含む6駅について、集中客サービスシステムを導入し、自動券売機、自動改札機を整備した上で、 遠隔案内によって一括的に管理されるようになり、無人化された。愛知県統計年間及び地帯半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。1950年度から1983年度、1984年2月取扱廃止までの貨物の取扱量。 発送及び到着トン数と、1972年度から1983年度、1984年2月取扱い廃止までの荷物の取扱い量、発送及び到着個数以下の表に示す通りに推移していた。終着駅であるためかつて運行されていた快速も、含め、全列車が停車する。駅前に、JR 豊駅バス停留所、バス停があり、 武豊町が2010年、平成22年7月から運営する武豊町コミュニティバスが発着する。同バスには、名鉄の地と武豊駅を中心として、町内を循環する4つの路線、ルートがあるが、そのうち3つの路線がこのバス停を経由している。1953年、昭和28年9月25日に襲来した。 台風13号の影響で発生した高潮により、東駅東成岩駅間の線路が流出した。この異変を、進行中の東駅行き上り列車に知らせるべく、竹豊駅駅首の高橋博士が、発煙筒を手に、東成岩駅方面へ走り出した。上り列車の機関士は前方に振られる、発煙筒に気づき非常停止した後、東成岩駅まで交代したため、 列車の乗客及び乗務員、約100名は難を逃れた。しかしながら、高橋は、竹豊駅に戻ることはできず、翌日になって捜索隊により、線路際で遺体で発見された。この一件は全国に報道され、殉職した高橋の行動は、国鉄職員の官として称賛された。その功を記念し、将来に残すため、 日本全国の国鉄職員と小中学生からの募金などにより共造が混流された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。